雪よ舞。天空ライオン。さん。おい。お。しゅ。せや。ゆっ。する。しゅ。よ。妖言の蝶。ゆっ。いざ。勝負。剣に誓う。くらえぶりの相手ですね、上里流。風の神よ、我らを導きたまえ。踊りなさい。ふっし風よ、私に応えるのだ。いざ、勝負！はっ！よっさ！し！雨が降ろうと私の行く手を遮ることはできぬ。踊りなさい。やっよっそれやっ失礼よっやっ神坂流透滅雪を舞え。雪を前へ。星としん。星としん。無事今日の。この同点も同点にそこの者、直ちに暴行をやめなさい。どうしてシャブ行様が。いや、俺たちを動かせるのは旦那様だけ。他の奴の言葉に耳を貸すつもりはない。そうですか。ならば、覚悟なさい。隊列者ども続け。身のほうし踊りなさい。総流水泳仕掛けるぞ。三尺の終水よっ引くぞ。早く旦那様にこのことを伝えないと。おい、逃がすか。追わなくて結構。魚を釣るには餌が必要です。放っておきましょう。それよりも彼らは先ほどの戦いで鍵を落としていました。まずは新之丞を救出します。ただ激しい戦闘だったので鍵を見失ってしまったようです。蹴られてどこかに行ってしまったのかもしれません。お、タヌキがいるぞ。もしかしてタヌキが持ってったんじゃないか。ええ、追いかけましょう。なんと感謝すれば、早くお助けください。本当にありがとうございます。助かりました。危うく溺れ死ぬところでした。彼らは私を檻ごと海に放り込むつもりだったようです。そうだ、お嬢様のコインですが、何者かがそれを利用してよからぬことを企んでいるようなんです。落ち着け神之丞、そのことならもう知ってるぞ。え、はい、その件でしたら私たちも気づいていました。ここまでの流れも私が考えていたものとほぼ一致しています。この計画の首謀者はそう簡単に諦めないでしょう。すぐに新たな策を講じてくるはずです。私たちも対抗手段を考えなければなりません。シャブ行様が自ら手を貸してくれるんですか？この件は三奉行にとどまらず稲妻全土に関わる一大事。私の中立的な振る舞いもここまでです。将軍様は昔からくだらない権力争いを嫌悪していました。将軍様の臣下たる奉行として、私はこの件を解決に導く義務があります。そうなのですか。神之丞、とりあえず今は戻ってはいけません。どこか身を潜めるのが得策です。旅人さんにパイモンさん、我々もここを離れましょう。おや、これはシャブ行様ではありませんか。あなたが理由もなくここに現れ、私の部下に怪我を負わせたと聞きましたが、まさか何か企んでいらっしゃるのでしょうか。いえ、死刑が行われていると小耳に挟んだものでして、責任ある稲妻の後人として見過ごすわけにはいかなかったのです。たとえ神之丞があなたの家臣であっても、好き勝手にできるという法はありません。死刑？死刑だなんてとんでもない。これはただのお仕置きですよ。あの雑輩、どういうわけかお嬢様のもとへ行き、自分勝手で失礼なことを口走ったのです。身の程知らずも甚だしい。そのせいでお嬢様はひどく怯えていらっしゃる。つまり彼がそのような行動をとった理由をあなたはわからないのですね。そうでなければどういうわけかなんて言い方はしないはずです。こちらはあらぬことをいろいろと吹き込まれたのです。わけがわからないのも当然でしょう。両家の婚姻は実にめでたいことですが、あの小賢しい男のせいでことが複雑になってしまいました。柊様が九条家へ嫁いだとしても、柊家のお嬢様であることに違いはありません。勘定奉行で最も地位あるお方のままです。もちろん私たちも誠心誠意を尽くして彼女に仕え、公庫の憂いを断つのにお力添えします。責務を果たすのが我々の原則。それを守るどころか、あの男はお嬢様の心を乱した。彼は情熱的な男であったがゆえに過ちを犯したのでしょう。しかしあなたのように高貴なお方であれば同じ結論には至らないはず。くっそー、理屈ばっかこねやがって。ムカつくな。そういえばふと思い出した話があります。社奉行について以来、私は毎日のように興味深いものを見聞きしてきました。ある外国の商人から聞いた話によると、とても長い舌を持つ鳥がいるそうなんです。その舌を口の外へ引っ張り出すと、結び目を2つも作れるほど長いとか。あなたも博識なお方、そのような希少な鳥が普段どういった目的で使われるか当てられるのではないでしょうか。は、観賞用の愛玩動物ですか。この鳥の面白いところは、飼うことができず何の役にも立たないところでして、仮に捕まえたとしても舌を切って窓から放り捨てるしかありません。なぜなら皆口を揃えてこう言うのです。舌が長くへりくつばかりこねて騒いだ挙句、全てはったりであったと。な、社奉行様ともあろう方が我々勘定奉行を揶揄するためにここまで来られたのですか。いえ、とんでもありません。勘定奉行の皆様はいつも実直で、自身の責務を果たす善良な方々だと思っています。まさかあなたのような方が人を煙に巻いたり重箱の隅をつついたりするとは思いもしませんでした。その上、柊様を勘定奉行から引きずり下ろそうと画策するとは。社奉行様、その発言に証拠はあるのですか。目の前に証人がいるではありませんか。あなたは彼が確信をついたのを知って慌てて口封じをしようとしましたね。おや、松浦家は名家だというのに、忠誠心は臣下である彼に遠く及ばないようです。せっかく教育を受けて官僚になったのに、表沙汰にはできない悪巧みばかりするなんて、賢いと言うべきか愚かだと言うべきか、果たしてどちらでしょう。将軍様のために働いてきたあなたは、周りの優秀な人々からちっとも学ばず、利益に目がくらみ自らの前途を絶ってしまった。松浦様、私は決して怒ってなんかいませんよ。むしろあなたのことを残念に思っているのです。ああ、そうですか。では聡明なあなたは私をどうしようというのです。これは我々勘定奉行の問題、こちらで何とかします。それから竹の内情にまで口を出すのであれば、私も勝手にあなたの意図を推察しても良いということですよね。あなたはただ勘定奉行と天領奉行の力が一箇所に集中することを避けたいだけ。もしそうなれば奉行間の均衡が取れなくなり、社奉行の地位が脅かされてしまうからです。だからもっともらしい理由を見つけて、この婚姻をなかったものにしようと企んでいるのでは。おや、あなたの目にはそのように映っていたのですね。さすがと言うべきでしょうか。賛成力に関する利害の配慮は私よりもはるかに優れているようです。婚礼は必ず行います。どのような手を使おうとも止めることはできません。今頃は布告もされ、稲妻でその瓦版が飛び交っているでしょう。九条鎌地と柊千里が恋仲であったことは世間に知られていませんでした。ですが今はもう各地で話題となっているはず。これが布告された時点で、たとえ婚姻がまだであっても、あとは時間の問題です。なるほど。やはり私の考えが足りていませんでしたか。はあ、ようやくそれを思い知ったのですか。本当はあなたのことをそこらの人々よりは賢いと思っていたのですが、全く残念です。文里綾人、貴様、もう言いたいことは終わりのようなので、そろそろ私もよろしいでしょうか。何が言いたい？婚姻を結ぶことで勘定奉行と天領奉行が一つになれると本気でお思いですか？実際孤立するのは勘定奉行の方かもしれませんよ。何？さて、あなたとは大変有意義なお話ができましたので、これで失礼します。彼らが策を講じるのであれば、私も無策で挑むわけにはいきません。予想していた通り、彼らは前に出て牙を見せてくれました。まずは稲妻城に戻って現状を確認しましょう。策の説明はその後いたします。これ見て、勘定奉行の柊お嬢様と天領奉行の九条鎌地様が結婚するみたいよ。へえ、これ以上お似合いの二人はいないだろう。ええ、けど突然よね。そんな雰囲気全くなかったし。ああ、でもこの一歩を踏み出すのはそう簡単なことではなかったはずだ。二人の門出を祝おう。結婚式が行われるのはもう間違いないみたいだな。結論を出すのは早計です。向こうはこの勢いに乗じて婚姻を推し進めるつもりなのでしょう。ならばこちらは相手の計略の裏をかけばいい。ただそれも九条鎌地の協力あっての話ですが。皆様、いいところにお越しくださいました。実は僕も今しがた耳にしたばかりなのですが、どういうわけか僕と千里さんの婚姻が公表されたようなんです。どうしてこんなにも急な発表がされたのでしょう。僕はまだ心の準備が。それなんだけど、実はすっごく複雑なことになってて。なるほど。まさか僕たちの婚姻を利用しようとする者が現れるとは。このまま婚姻を進めた場合、あなたに影響はさほどありません。しかし柊様の方には何かしらあると考えた方がいいでしょう。僕もその可能性を考慮していなかったわけではありません。ただ彼女と結ばれたいという思いの方が勝ってしまったのです。だから千里さんを守るためなら何でもすると、そう彼女に約束をしました。ええ、お気持ちはお察しします。ただ失礼ながら彼女はそもそもあなたの庇護を必要としていなかったのではないでしょうか。考えてもみてください。あなたが彼女が守られなければ大変なことになると思った時点で、彼女は何か失っていることになるのではないでしょうか。あ、そんな。あなたを責めるつもりはありませんよ。大切な人を守りたいという気持ちは当然ですから。それにあなたはとても聡明で優しいお方。心配のあまり混乱さえしていなければ、もっと慎重に考えることができたはずです。あなたの愛する柊様はきっと自立心が強く優しく、決して屈しないお方なのでしょう。しかしもし彼女がこのままあなたと婚姻を結べば、これから先あなたにもたれかかることになってしまいます。それでも問題ないのでしょうか。僕は心から彼女を愛しています。この身を捧げても彼女を幸せにしたい。だからこそ彼女が苦しむ姿はもちろん、利用される姿も見たくありません。神里様のおっしゃる通りです。僕の今までの考えはあまりにも稚拙で自分本位でした。ただもう手遅れなのではないでしょうか。すでにあちこちに布告が。私に策があります。しかしこの策には悪役が必要です。鎌地様、この策で私とあなたは悪役を演じ、ある程度の危険に身をさらす必要があります。いかがなさいますか。まだ挽回の余地があるのならば、ぜひその策をご教授いただきたい。私は勘定奉行の者にこう伝えました。この婚姻によって勘定奉行と天領奉行が一つになることはない。これは逆に勘定奉行を孤立させる計略であると。この計略で柊家の力を弱めるにはある条件が必要です。それは天領奉行が婚姻について何も思わないこと。そもそもメガリレーの終結後、天領奉行は勢力の弱まった勘定奉行に手を出すことも可能でした。そのような行動を起こさなかったのは、あなたが天領奉行の当主につき、そして相手に柊様がいたからです。つまりあなたにとって最善とも言える手は、社奉行の指示を受け一刻も早く婚礼の儀を挙げること、そして柊様を迎えることです。それによって天領奉行の当主であるあなたはもう何も心配をする必要がなくなります。なるほど。確かに今の状況に合った巧妙な策と言えます。そうです。我々の狙いは柊様の立場を変えることにあります。早々に彼女を追い出すべき足手まといから、いなくてはならない守護者へと変えるのです。そうすれば勘定奉行での柊様の地位も確保できるでしょう。あの者たちがこの一件の背後にある組織網に気づいた時、婚姻を阻止するためあらゆる手段を講じるはず。彼らが作り上げた障害は彼ら自身の手で解決してもらえばいい。承知しました。組織網がうんたらあかんたらって、もう複雑すぎてわけわかんないぞ。おいらたちは何をしたらいいんだ。もっとわかりやすく言ってくれ。となれば事の背景が勘定奉行の耳に無事届くようにしなければなりません。私と話をした松浦様も今頃は落ち着きを取り戻し、起こりうる事態を考えているはず。用心を始めることでしょう。彼は間違いなく稲妻城内に偵察を多数送り込みます。我々はそのものを利用し偽の情報が育つようにするのです。鎌地様、あなたのお力もお貸しください。そろそろ頃合いですね。私の忍びが彼の放った偵察を1名特定しました。そのものが策にかかるか、皆で見に行くとしましょう。あの者が松浦家の偵察です。気づかれないよう彼の後をつけましょう。おい、見たか？今九条鎌地様が人を大勢引き連れてここを通ったよな。最近公表された婚姻と関係あるんじゃないかしら。そうかもしれないが、婚姻であんなに焦ることはないだろう。それに眉を潜めていたようにも見えた。部下に色々と命令もしていたようだし、そこまでする必要があるだろうか。あの者が待つ。気づかれない。まずい、見つかっちゃったぞ。もう少し気をつけないと。あの者が待つ。気づかれないよ。おい、見たか？今九条鎌地様が人を大勢引き連れてここを通ったよな。最近公表された婚姻と関係あるんじゃないかしら。そうかもしれないが、婚姻であんなに焦ることはないだろう。それに眉を潜めていたようにも見えた。部下に色々と命令もしていたようだし、そこまでする必要があるだろうか。天領奉行の人間が両家の婚姻の件で離島へ行ったみたいだな。しかもかなりの人を引き連れていた。全部で100人は超えてたんじゃないか。どうもきな臭いな。面倒なことが起きたりしないだろうか。九条鎌地様が単に心配性なだけであればいいが。婚姻の件は広まったが、旦那様が心配していたことが的中したのかもしれない。新婦を迎えるだけであれば、あんなにも人はいらないはず。状況を確認しなければ。あいつどっか行ったみたいだぞ。予想通りです。ついていきましょう。この通りで何か起きたのでしょうか。僕は商人なのですが、気づいたらこのような厳重な警備が敷かれていたもので少し怖くなりまして。いえ、ご心配なく。すでにご存知かと思いますが、九条鎌地様と柊千里様が近々婚姻を結ばれます。そこで九条様は柊様を予定より早く稲妻城へお迎えするつもりなんです。そんなことが。ここにいる皆は柊様のためにその道を守っています。我々だけでなく、この先にも天領奉行の者が大勢待ち構えており、その全員が同じ任務を背負った者たちです。僕が言うのもあれですが、いくらなんでも張り切りすぎなのでは。いえ、こうすることで九条様が柊様を重要視していると世間に見せつけているんですよ。九条様は最初から最後までこのように格式高い扱いを続けようとされています。そうだったのですね。すみません、お騒がせしました。なんてことだ。旦那様が懸念していた点が的中するとは。あの者たちは通りを護衛していると言っていた。もし旦那様が柊様を手放さなければ、この男たちはいずれ離島へ、いや柊様が離島から離れれば彼らが押し寄せてくる可能性がより増すかもしれない。天領奉行を相手に今の旦那様では勝てる見込みなどないだろう。すぐに戻って報告しないと。あいつ逃げてったぞ。これで仕掛けは十分。膨れ上がる疑心暗鬼は恐怖を育てる養分となるでしょう。あとはそれが成長し熟すのを待つだけです。嵐の前の静けさこそ最も不安を煽るものですからね。あいつらおとなしく過ちを認めるかな。気になるのであれば2日後また離島へ来て柊家の状況を確認するといいでしょう。私は他にもいろいろと公務があるので、ひとまずここで身を引くとします。駒はすでに動きました。彼らが投降するのも時間の問題でしょう。ええ、このような手を使うのは何も初めてではありませんからね。では皆さん、またお会いしましょう。柊千里が幸せになることを心から願っています。本当にあいつの予想通りになるのかな。おう、おいらも同感だ。2日後また離島に来てみようぜ。旦那様はいつまで耐える気なのだろうか。さあな、攻めるのか引くのか、もうさっぱりだ。最近の旦那様は特に様子がおかしい。些細なことで腹を立てるし、疑心暗鬼な状態がずっと続いている。怒鳴られることもしょっちゅうだ。不安なのはわかるが、一体どうしたらいいんだか。シャブヨー様には逆らわないようにとあれほど忠告したのに。確かにあのお方は確信の持てないことには決して手を出さないらしいしな。このまま柊様が連れて行かれたら、天領奉行とシャブ業はどう動くか。そうならないためにも柊様と相談されるよう旦那様に進言しよう。おや、何かご用でしょうか。我々は柊様を稲妻城へお迎えするため、2日前よりここに来ています。九条鎌地様のご命令は確固たるもの、必ずや実現させるつもりです。しかし我々が訪問するたび、柊家はいつも何かしら口実を見つけて、この件を引き延ばしにしてきます。命令を完遂できるまで、つまり柊様にご同行いただけるまで離島に滞在する予定です。申し訳ございません。それについては我々も望んではいません。一般の方々の生活には一切影響を与えないとお約束します。ただ柊家の周りの方々がもう少し協力的であってくれたらいいのですが、もしこのまま膠着状態が続けば、鎌地様がより強引な命令を出される可能性もあるでしょう。天領奉行の人たち、もう何日も離島にいるよな。柊千里様を迎えに来たのでしょう。ただそれほど時間のかかることではないと思いますが。聞いた話だと柊様がいなくなるのを勘定奉行の人たちが嫌がってるらしい。突然態度が急変したのだとか。これだけの人を使わせたんだ。僕だって混乱するよ。何が目的なのかわからないしね。し、声が大きいですよ。聞こえたらどうするんですか。あ、ごめん。はあ、どうなることやら。離島で話されてる内容はどれも千里に関することだったな。もう勘定奉行の誰もが千里を重要な存在だって理解したはずだ。でも千里は自分自身のことをどう思ってるのかな。千里のところに行ってみようぜ。旅人さん、外での出来事はもうすでに耳に入っていますよね。一体何が起こっているのでしょう。そう焦らないでくれ。オイラたちが説明してやる。実は天領奉行の人が来てから、彼らは急に怯え始めたかと思うと、何か密談をするようになりました。その上、天領奉行の者と接触しないよう私は言われています。まさかそのようなことになっていたとは。全て神里様の計画だったのですね。そうと分かれば、彼らが妙な態度をとっているのも説明がつきます。申し訳ございません。実はまだついていないんです。答えなんて最初からなかったのかもしれない。選択肢がなければこれほど悩むことはなかったと迷走するあまり、こう思ったこともあります。ただ突然貼られた布告を見て、婚姻はもう確定事項なのだと知ると、安心するどころか逆に心に大きな穴ができたのを感じました。神里様のおっしゃる通り、この先私を待ち受けているのは本当に幸せと言えるものなのでしょうか。でも今は受け入れられます。誰かが私の婚姻を利用しようとしているのです。断固それを阻止しなければ。ただこれも私が求めていた答えではありません。そしてこの件がどういった結果をもたらすのかも疑問が残ります。ああ、柊様、こちらにいらっしゃったのですが、いなくなったのかと思い肝を冷やしました。あなたたちはあの時シャブ業様の隣にいた。何しに来たのですか。まさか柊様を連れ去るおつもりか。落ち着いてください。この方たちは友人で、私を訪ねに来ただけです。友人？ただの友人であると。柊様、以前もお伝えしましたが、今はとても特殊な時期、いかなることにも警戒していただかなければなりません。私たち、いや勘定奉行全体にとってあなたはとても重要な人物なのですから、この者たちの目的が真っ当なものであると証明できるのですか。そんな回りくどい言い方すんなよ。どうせオイラたちが千里を連れていくとか思ってるんだろ。私の友人に失礼な発言はやめてください。あなたは警戒をするあまり、目に映るもの全てを疑うようになっています。私は一連の出来事はすでに把握しています。この方の訪れこそ、あなたたちにとって唯一の希望になるかもしれません。私を信じてください。離島での騒動はあなたたちに問題を収集する能力がないことを証明しています。これ以上膠着状態が続けば、事態は拡大するばかりです。これは命令ではなく、私はただ釈明を求めています。そしてあなたたちはその釈明に対する責任だけを負えばいいのです。承知いたしました、柊様。他の者と相談してまいります。すごく緊張しました。でもこのような事態になった以上、私がしっかりしなくてはなりません。こうもうまくいくとは思いませんでしたが。ええ、では納得のいく答えが出るのを待ちましょう。厳粛な話し合いのもと、こたびの一件は私どもの過ちであり、反省しなければならないとなりました。正直なところ、今は誰も余裕がなく、みんな恐怖に怯えています。このままでは遅かれ早かれ全員おかしくなってしまう。はあ、申し開きの余地もありません。指針にとらわれたばかりに対局を見ず突き進み、ここまで事態を悪化させてしまいました。どうかもう一度機会をいただけないでしょうか。お嬢様のためにも、そして勘定奉行のためにも。ごもっともですね。天領奉行を説得できるのは社奉行の上里様しかいません。後日上里屋敷へ向かい、持てる限りの誠意を尽くして助力を請うつもりです。柊様、ご同行いただけないでしょうか。あなたは今や最も重要な人物。我々もこうする他に方法が思い当たりません。その社奉行様とはご親友なんですよね。この後もしお会いすることがありましたら、よろしくお伝えください。社奉行様、すでにご存知のこととは思いますが、現在離島に天領奉行の者たちが集結しており、柊様を迎えようと躍起になっております。先日はとんだご無礼を働いたというのに、このようなことを申し上げるのは実にはばかられるのですが、何卒寛大な処置をお考えいただけませんでしょうか。松浦様、申し訳ございませんが、私は公務で忙しいのです。この後も別の予定が詰まっています。簡単に時間を割くことはできません。何か用があるのでしたら率直に言っていただけると助かります。我々の謝罪が取るに足らないものであることは百も承知です。しかし現状はこのように謝罪をする以外方法がありません。勘定奉行の者たちも皆事の深刻さを理解しております。柊様は私たちにとってなくてはならない存在。これからもずっと力になっていくことを約束いたします。ですから、社奉行様に間に入っていただき、九条様ともう一度話し合っていただけないでしょうか。口では何とでも言えますね。今さら布告を撤回すれば、人々に嘘をついたことになる。きっと稲妻の民は三奉行を嘲笑うでしょう。これについてどう対処するおつもりで？三奉行を貶めることは将軍様の顔に泥を塗ることに等しい。あなたたちは果たして雷帝の怒りに耐えられるのでしょうか？それは我々が全責任を負います。それから新たに布告を出し、説明の場を設け、全ては誤解であったと民に知らせるつもりです。なるべく影響を最小限にとどめるよう努力します。松浦様、このような結果になると知っていれば、初めからこんな愚かな行為はなされなかったでしょう。しかしおっしゃる通り、私や九条様の心情がどうであれ、三奉行は稲妻の行く末を何より優先する必要があります。このままでは離島で起こっていることの収拾がつかなくなるでしょう。それに柊様や離島の人たちに罪はありません。これは非常に重大な問題です。速やかに解決を図らなければ、流言飛語が飛び交い、三奉行の評判はどん底まで落ちてしまう。鳥を飼ってみれば理解できるはずです。よく舌の回る鳥は心地よい鳴き声を響かせることもあれば、気が散るほどおしゃべりすることもあります。舌があまりにも長すぎて飼うことすらままならない鳥なら、舌を切ってしまえばいいんです。そうすれば一瞬で解決できますからね。はい。あなたの目的は分かっています。私が九条様と話しても構いませんが、それで気が変わる保証などありません。それも承知の上です。社奉行様のお力を借りられるだけで十分です。わかりました。ではそろそろお引き取りください。勘定奉行にはまだ後片付けが残っているはず。そうでしょ？はい。ではこれで失礼いたします。社奉行様には何とお礼を申したらいいか、心より感謝いたします。それから柊様、あなたにお話ししておきたいことがあります。少しお時間をいただいても？あ、はい。先ほどの神里様はまるで別人のようで、息ができないほど緊張してしまいました。彼のような傲慢な家臣には厳重な戒めが必要となります。私は社奉行として将軍様の信頼を背負っているのですから、当然のことをしたまでです。しかし私の身分など関係なしに、個人的な立場からあなたにあるお話をさせてください。はい、神里様、拝聴いたします。ご存知の通り、上里家には極めて困難な時期がありました。かつて私ども一族は過ちを犯しています。父上はその償いと家名を回復させるために奔走し、その多忙さゆえに創生しました。父上を心から愛していた母上も追うように亡くなっています。突然の出来事に社奉行に走った激震は計り知れません。内部の者たちはそれはもう騒然としていました。上里家の力は失墜、周りの者たちは残された私と妹を邪魔な存在だと思ったでしょう。今となってはいささか信じがたい話に聞こえますが、確かにこれが当時の社奉行の実情でした。なんだか今の勘定奉行と少し似てるな。あの時の私は現状を受け入れるほか道はなく、誹謗や搾取に耐えながら強力な後ろ盾を探しました。私に他の選択肢などなかったのです。両親の意志を継ぎ、幼い妹を守らなければなりませんでしたからね。自分がどうなろうと構いませんでした。ただ家族を、大切な家族だけは他人に踏みにじられるわけにはいかなかった。幸い私の努力は報われ、没落寸前であった上里家を立て直すことができました。なんだか理解できたような気がします。私の戸惑いや不安が一体どこから来ているのかを、新之丞は私の輝きを誰よりも知っていると言ってくれました。だからこそこれから人の下につくことになる私を見て、いたたまれない気持ちになったんだと思います。私の胸の内にある不安は婚姻への迷いだと思っていました。でも実際は違います。私が弱いから、それゆえに現状を制御できないと感じ、不安になっていたんです。鎌地様が婚姻と素直に向き合えたのは、その覚悟があったからです。ええ、今の私は、あの時の彼と同じ立場にあるのでしょう。彼は、勇ましく将軍様に向かって武器を構えました。私も今、その時の彼のように、自分自身を超える時なのだと思います。はい、あなたが真に成長すればお父上も安心するでしょう。その時あなた自身の人生を歩ませてくれるはずです。しかし残酷な言い方かもしれませんが、これらはあなたが幸せになるための前提条件に過ぎません。はい、それでも成し遂げてみせます。この機に柊家がかねてより担ってきた責務を引き継ぐつもりです。そして全てが落ち着いた頃、また婚姻のことを考えようと思います。そうすれば鎌地さんにかかる重荷を軽減できます。私も身を守りつつ彼を支えていくことができるでしょう。私どもの家が配下となることも荷物となる心配もなくなるはずです。お二人が幸せな道を歩めるよう心からお祈りしています。改めて婚姻が決まった際にはまたお祝いさせていただきますね。上里様、本当にありがとうございます。まさかここまでお力になっていただけるとは思ってもいませんでした。では私もそろそろ失礼いたします。まだまだやるべきことが残っていますので。ええ、どうかお元気で。今のあなたならどのようなことをなさっても彼らから尊重されるはずです。はい、それはすでに身をもって感じております。こたびの一件、心より感謝いたします。おいら、なんだか千里が輝いて見えるぞ。お前もすごかったな。誰もがお手上げだと思ったのに、それをこんな見事に解決するなんて。棋局において相手の攻勢を利用し戦局に変化をもたらすことはままあることです。今回の相手は決して難敵ではありません。策を練ってはいましたが、先見性に欠けており、その手段も未熟でした。このような結果となるのも予想通りです。もしオイラだったら、こんな方法一生思いつかなかっただろうな。でも、千里が柊家を再興しようとしているのを見て、なんだか安心したぞ。ええ、そうですね。稲妻が安定するのは我々にとってもいいことです。何よりシャブ業の仕事も減ります。こう見えてもシャブ業の当主ですよ。おそらく松浦様にとって権力は一生追い求めるものだったのでしょう。しかし私にとって稲妻の安泰こそが最も優先すべき事項です。稲妻が安泰であるからこそ、シャブ業も平穏無事でいられます。そして、上里家やシャブ業に関わりある一族たちも穏やかに暮らせるのです。しかし、人は貪欲な生き物。このような計りごとは初めてではありません。この先もきっと起こるでしょう。私はただ、賛成力を牽制し合うようにしただけ。安泰とは完全なる静止を指すだけではありません。行動を起こしにくくすることも安泰と言えます。もう一つの利点は柊様の重要性が知れ渡った点です。私も彼女に大きな恩を売ることができました。関わりのなかった一族と親交を結ぶよりも、今まで通り柊家と付き合う方がよほど楽ですしね。ただの結婚でそこまで考えるなんて、まさか最初っから結婚を阻止しようと思ってたんじゃないよな。確かに私の判断は不謹慎なものだったかもしれませんが、柊千里への言葉に偽りはありませんよ。己の立場に関わることをひとたび諦めれば、今後一生妥協し続けなければならなくなります。苦境に立たされているとも知らず、ただ奈落に落ちていく、そんな彼女は見たくありません。これからの成長を見守るとしましょう。そうだな、こればかりは待つしかないな。ええ、お二人ともどうもありがとうございました。いつか妹の手が空いている時にでもあなたたちを招待させてください。どうやら一件落着のようですね。何もかも全て丸く収まった。唯一の問題はなぜか変な味の牛乳を飲まされたことぐらいでしょうか。おや、口に合わなかったかい？珍しい味のものが好きだったと思ったんだけど。若、あなたというお方は。旅人も一杯飲んだんだよ。彼女はどうでしたか？若から見ても良い印象だったのでは？ああ、今回旅人は重要な役割を果たしてくれた。もし彼女とその連れが私に手を貸してくれていなかったら、両家とも私のことをもっと警戒していただろうからね。そう簡単に確信をつくことはできなかったかもしれない。さすがは若、人の問題に介入しつつご自身の目的も果たすとは。ただの成り行きだよ。ああ、そうだ、暇があるうちにこの間途中になってしまった戯曲の続きをやろう。何かすごいことを聞いたみたいね。風の神よ、我らを導き、たまえ。6308式ユニット吸引テスト開始とくらえ。本当のごビョン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 。さよなら。風神様、グッドウィンが早く帰ってこれますように。